どうも皆さんこんにちは、ドラえもんです。今回はこの鬼滅たまごっちをリセットする方法を教えます。先の尖ったもの、鋭いもので、ここを押します。そうするとアラームの設定に行きます。ここをポチッと押すと、最終選別の時と同じ画面になります。これで最初からになります。これでデータもすべてリセットされました。じゃあさようなら。